はい、どうも、続きをやって参ろうと思います。年貢シューターと申します。前回ですね、三好の進行ですね、これを跳ね返しまして、さあ、今度はこちらの番だ。昇龍寺、二条五所、準備はいいのか、この野郎、というところでございますね。そして、くつき谷を取りました。くつき谷どころか、竹部山まで取ってる。それは危ないぞ。それ大丈夫か、毛利。毛利にやられるんじゃないか、これ。まあ、何にせよですね、これ、朝倉のためにもですね、八木あたりまでちょっと、我々の勢力は頑張っていかないといけない。もう、それが確定してしまいましたね。毛利がこのまま東に来るとですね、あんまりろくなことがない。毛利と今川武成に挟まれるとか、冗談ではない！冗談ではないのだよ。なるべく早くにですね、この、二条五所、昇龍寺、芥川、あたりですね、なるべく瀬戸内に出たいというところですが、さあ、どうなるか今回、考えてるだけで、ワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって、参りましょう。あともう一つ、ちょうどですね、アプデが当たったところですね、9月のアプデが当たったんで、そのアプデでどう変わっていくのかっていうのも見ながら、お、川尻秀隆、織田の武将ですね、これじゃんじゃん流れてくる可能性ある。昇龍寺ら四条焼き討ち、ようやった。さあ進みましょう。でもう一つ手を打っておきます。これはうまくいくかわかんないんですけど、今川に親善出します。ただし親善出してもですね、今結んでるのが朝倉だけなんで、まあ心象は悪くないはずなんですけど、敵視は敵視なんですね。さっきまで戦ってたんで、その状態が改善されるかどうか。敵視のままではさすがに上がっていかないぞということですね。ちなみにあと停戦は10ヶ月、10ヶ月で信用60取れるのかと。敵視じゃなくなれば浅井のこの聖堂邁進で自動的に信用が入るシステムになってますんで、ほんと敵視じゃなければいいというところ。さあそして進みましょう。昇龍寺を目指している。敵は何万でしょう。今のところ3万か4万、舞台にして4部隊以上は見えている。さあどうなる。抜け目ない奴らめとか、いけシャーシャーとよう言うわ。おっと、昇龍寺は破壊したんだけども、いや、まだわからない。あと2発ある。まだ破壊の目はある。おっと、飛び出てきた。じゃ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 ん。こっちはちょっと少ないんで、こっち引きましょう。8陣の方取りましたね。義宝剣が提案可能。義宝剣は、出陣ができなくなるやつですね。敵の城。まあ、できても一つでしょ？あんまりこれもね、私ね、成功したことないんですよね。で、強撃時部隊の攻撃上がって、街道封鎖時も上がるという感じですね。なかなかこれ、進ませてくれないですね。で、破壊と同時に行きたいんだよな。よし。じゃあ、ここで戦いましょう。ここで何対何になるんだろう。大した部隊数じゃないと思うんですけど。中途半端なんですよね。1、2、3、4、5、6、6部隊ぐらいなんで、これはどっちにしろ多分4かなと見てます。そうですね。遠隔から見ても、どうせそんなに来ない。なので、結局は4と端数を戦う感じかなというところで、やっていきましょう。合戦。8対2ですね。まずはコテンパンですよ。やってやりましょう。祖国和則のね、この髪型いいですね。あんまりいないんだよな、あの髪型。はい、軒口破壊が出ました。はい、簡単でしたね。このまま、昇龍寺に行きたいところ。まあ、どっちでもいいんですけどね、二条五所でもいいんですけど、昇龍寺の方に、行っちゃったもんで、破壊がですね。まあ、これ聞いたらいいなと
というところですね。で、中が聞けばもうここら辺は3つぐらい取れるんですけどね。そういう状況ではない。なんだこの本願寺のこれ、すごいな。援軍が2万5000も持ってんのか。それは迷惑だな。あっと、その本願寺部隊がこっち邪魔してくる。進ませてくれない。さあ、その本願寺部隊を倒せ。おっと、破壊が成功ですね。一発だけ？一発だけだ。あー、それ3000も残ってんの。回復早すぎやろ。さあ、進んでいって、合戦。9対2。ああ、青田昇だ。なんかおかしい写真が出てると思った。青田昇、帰ってこい。なんだこれ、初めてだよこんなの。はい、全員壊滅。はい、簡単でしたね。あー、それでもなんか1400食らってるな。青田昇はやっぱり強かったのか。明智光秀ナンバーワン。さあ、残す部隊は見えませんが、どうでしょう。ここか。この2部隊と、あと国衆ぐらい。いけるんじゃないでしょうか。ね、昇竜寺ぐらいは取りたいところですね。さあ、制圧して参りましょう。うわぁ、このでっかいの当たるのよなぁ。それ当たるよなぁ。いざ勇敢。いやぁ、この本願寺はやだなぁ。2万7000。本願寺だけなんとか、これ無視していきましょう。できるだけ。結局一部隊だけ残っちゃって戦うことになりましたが、被害は少ないかと思います。844頑張りました。やっぱりですね、細かに言えば被害は少なくなりますね。まあやっぱり混乱あるかないかは大きいですけどね。さてさて、もう昇竜寺は目の前だ。さあ、進んでまいりましょう。残りの耐久はいかほどか。まだ3200ありますね。また7000ぐらいが飛び込んできた。ほんと邪魔だな、これもな。筒井か。筒井も、なんとかして滅ぼそう。はい、抜き口破壊で。ほぼゼロじゃないですかね。ゼロですね。一部隊の弱いやつは結構ゼロでいけますね。7000、ただただ見失いじゃない。失いに来ただけか。バカめ。さあ、攻めましょう。昇竜寺城、今度こそ。さあ、どうでしょう。いけるかな、これ。磯前か、兵3000も回復してるじゃん。回復しすぎやろ。しかし、防御、攻撃、ともに低いですね。このままいけるかな？こっちもね、もう、米がないですわ、米が。全然。いや、もう米なしでも何でもいいから、これ。このまま行きましょう。うわ！一気に出てきた。ちょ、待てよ、この野郎。あ、で、風文が赤いマークついてますね、これ。アプテちゃんと当たってる。三好、市議さんの天守。なんだこれ。なんか松永久秀エピソードか。市議さんの天守ってなんだっけな。筒井とも揉めたやつかな。まあ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 、そんなことやってる場合じゃないんだ。え、これ、さあ、我々の兵数少なくない？これ。めっちゃやばいね。みんな並んでるけど、これ。これ、どうかな？落とせるかどうか。ちょっとスピードを収めて。うわぁ、ギリ落とせないわ。ちょっと待て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 。はい、皆城へと引き返せ。これで合戦下になる。7-3か。ちょっときつい7-3だな、これ。で、なんかこのマップやり覚えがあるんですよね。もう威風もないのに、なんでこんな激戦ばっかり。さあ、ちょっとこっちのメンツ確認しなかったけども、久政と、移動を呼んできました。そして下妻来将の厚木さんが全然ないんだよね、確かね。兵数がね、125しかないね。これもう混乱の一発にかけるしかない。さあ、行ってみましょう。
真ん中高台ですね。ここは結構難しい。僕はあんま好きじゃないこれ。お、討ち死に出ました今ね。王の直政討ち取ったり、いや中川清秀も討ち取ってる。六角、さすが六角。これ出来のいい方の六角ですからね。これはね、二人も討ち取った。あとはもう一人しかいませんね。長吉しかいない。香川元影討ち取ったり、さあ四国勢も討ち取りが出てしまう。さあ速攻としていく。これで勝てるやろ。もうできったやろ。2700結構効いたな。残り9500。もうこれ昇龍寺しか落とせないぞこれ。さあどうだ。もう落ちるな。いいよしよしよし。しかし囲まれてますね。囲まれている。これを跳ね返さないといけないか。二条御所も落としたいけどな。ちょっと耐久的に無理ですね。うん。すごい来るやん。え、なんでそんな出せるの？これはちょっと防衛呼びましょう。さあ引くのか引かないのか。これはそのまま攻めてくるかな。これ来そうですね。マジか、いけると思ってんのか。なめられすぎだろ。合戦か。5対2だぞおい。さあ簡単に裏を取って終わってしまいました。ありがとうございます。余計な手間だけを与えましたね。ダメですねそういうの。お互いにゼロですけどね、減少が。さあこれでどうでしょう。寄ってくるもの、あ、まだいるよこれ。見えてるけど、あ、うん、これまだ来んのかこれ。ダリーなこいつら本当。うわー来るような気がしたんだよな。遠くと味わうが良い。早いな、絶対来ると思ったんだよこれ。斎藤滅ぼしたんですよ郡上八幡で。ちょっとこれきついなこれ。ちょっと三好なんとかしようこれ。三好をよし、昇龍寺修理終わり。まだ来んの。一応なんだここだね。城狙いにはしてないね。どうしようかな。一旦騎乗しようこれで、攻めてくるようだったら、停戦しよう。うん。まあ、それでもよろしかろう。また次でね、中でボカーンと狙うしかないかなっていう感じですね。いや、急にやっぱり武田が絡んでくると、武田今川。この状態はやばいな。で、武田、うわ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 。1、2、3、4、5、6。7部隊か。また1部隊足んないよ。なるほど、なるほど。そうきましたか。まあでも遠くから来てる感じないんで、これを弾けばまあギリいけるかもしんない。さてさて。さあ、昇龍寺守りですね。ここで守ってくれてるんですけど、もう城まで強行入っちゃってる。これ間に合うかな？間に合わないじゃないかな、これ。で、これ、見ながら、稲葉山、これもさ、出てきちゃうんだよ。これさ、このバカタレなんとかなんないのこれ。これ、いいの。最初戦わなくても。で、これなんか、兵糧ないんだから、こいつら。そう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 。ここで待機して。で、落ちないから多分これぐらいじゃ。で、合流したら、戦でやりましょう。これ、戦で勝つことによって、あれですよ。あの、今川との心象も良くなるはず。あ、でもこれ落ちるな。やばいな。筒井の一騎とか、いや、純慶を暗殺、暗殺しにはしない。
122か。これ落ちるな。一歩及ばずか。いや、一応、兵を出して。赤海。赤海。敵を撃退するぞ。赤海。赤海ダメ。持たない。だってここ、制圧しなきゃいけないもん、これ。これやるか。外交。もったいないけど。そう、三好のなんかあれで、コロ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 、転がされて、悔しいな。何、三好。うん、中身は問わぬ。三好、これ目いっぱいこれ停戦した方がいいかもしんない。うん。ちょっと今川の停戦、もうちょっといけたんすよね。あれ失敗したなと思って。で？あ、でも、我々の方が押してるからもう70もらってるんだ。あ、これいいっすね。で、金銭では届かないんですよ、これ。いいでしょ、いいでしょ。これいいですよ。あげますよ。これで120だ。120で金銭やっても140。これでいいでしょ。よかろう。よし。これで昇龍寺。もらって、我々の勝ちですね。勝ちで終わりましたよ。あとは武田に勝てばよし、ということ。ふざけるなよ。さあ、合戦になるかどうか。これ合戦なかなかならねえやつだな、これ。うわぁ、もう攻撃されてるじゃん。ふざけんなよ、これ。攻撃を願いますよ。動くべき時は今ぞ。どうなる？申し訳ござらん。城の やられたね。城破壊やられた。さあさあ、これで久政が中まで入ってくればいいんですけど。はは、進め宮の者。さあどうなる。この制圧中の信玄もあんまり触りたくない。野戦となる。陣を構えよ。命令を下され。必ず野戦します。おっと、武田軍試算したぞ。いや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 、やるやるやる。合戦するから。したいの、こっちは。今が動く時ぞ。あるの、事情があるの、したい事情が。やる。やらせてくんねえんだけど。この野郎、米足らねえからって合戦させてくんねえわ。バッキャロー、お前、こっちにはやる理由があんだよ、お前。まあ、武士の大義名分ってもんがあんだ。大義名分？いや、武士ってのはね、やらなきゃいけねえんだよ、今はよ。よし、行け。行け、進め。遠藤、行ってしまった。遠藤入ったばっかだよ、多分。武田家風分、真田正幸入った。ろくなことがない。よし、登る、登れ。郡上八幡目指せ。よーし。とりあえず武田を弾いたのは、めでたい。で、郡上八幡の耐久1600しかない。城兵は800しかない。勝てるじゃないか、これ。キャーン言わしてやんないと、これ。武田に。キャーン言わしてやろうぜ。着陣したぞ。さあ、合戦だ。なにここで、小川助田だ。邪魔するな。なるほど、首をはねるぞ。バカ者が。こっちは、武田にキャーンや。言わせるんや、キャーンや。はい、合戦か。8対2。あ、ちょっと待って。なんだこれは。これはなんだ。ん？ん？なんだこいつは。甲虫がいるじゃないか、相手には。おい。なんで、赤、海、青、桃、黄色がそこにいるんだよ。漏れすぎだろ、ちょっと。おい、アザイよ、漏れすぎだろ。色が漏れすぎ。なんで甲虫がいるんだ。めっちゃいられるぞ、あいつに。ちょっと待って、甲虫スペック見よう、後で。甲虫ね。甲虫すげえ強えやん、ほら。防御95とか言ってる、これ。これ、射手、そらそうだろうな。弓うまそうだな。だ、騎馬4だね。騎馬4か。うちはでも鉄砲レベル結構上げてきてるからね、最近ね。うん。
よし、行け。軒口だ。軒口行っちゃえばいいですよ。ね、はい、相手が甲虫だろうがなんだろうが、伝説だろうがなんだろうが、行っちゃえばいいですよ。見ついて、ここは見ついてだ。あ、やられたぞ。なんか時期8万になってよ。おい、黄色しか合ってねえぞ。色が黄色しか合ってねえぞ。おい、ここはしかし時 and now、 time is now。 どうだ、びっくりしただろ。英語で来るとは思わなかっただろ。よし、強撃だ。これでイエローチューンは、イエローチューンは混乱だ。よし、イエローチューン混乱。いけいけ、ガン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 軒口。この混乱くっつけて軒口破壊っていうのがね、いいですね。あー、うーん、まあやっぱそれなりにやられた。お、暗くなってるね、甲虫が。ほんとひでえ話だ、ほんとに。自分でももうすっかり忘れてたよ、甲虫とか作ったの。じわじわ効いてくるな。あまりが来てるけど、これ絶対無理だね。取りたいな、あまり。なんと。解放。首を取らぬのか。首取らぬ。首取るとね、停戦交渉してくれなくなるんだもん。あんたたち。ひでえゲームだよね。さあ、どうだ。これ、郡上八幡仮に取れちゃうと結構大きいと思うんですよね。どうでしょう。お、いいぞ。強行で行っちゃって、強行で。真田正輝への流言成功。多そう。聞くの？真田の者が引き抜き。で、風文来てる。三好。鬼祖豪の最後。お、揉めろ揉めろ。で、4500武田。これを倒して、さらに天道頼長。いろいろいまんな。一撃なんだよな、ほんと。一撃やって、これ。あ、城主がしかも、真田なんだ。なるほど。なんか敵が、あれですよね、停戦とかしてきたら面白いですけどね。真田幸高ですね、相手は。前方に手を通る。はい。壊滅させましたけど、結構強かった、これね。また、騎馬レベル10。出た。もう騎馬レベル10ですよ、武田。いやー、そのレベル10シリーズ、ほんといい、ほんとやめてほしい。ほんと。これ、あらかじめ知っとかないとダメかな、これ。これも10だよ。天道10。これ、あれだな、城だな、城が高いんだな、これ。なんかいろんなの9かよ、もう。今までみたいな中で一番低いの9じゃねえか。やだ、もう野戦。武田と野戦、もう。まあ、とにかく、やるしかないか。よろしいですかな。あ？お！来た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 ！幸福幸福！幸福、幸福直談だ！幸福直談！何でもやるよ、何でも。所領&？何でもいいさ、所領&。20年でも何十年でも君が所領するといい。よーし。いいですなぁ。これで武田の花を明かしてやったと。いやー、素晴らしいですなぁ。気持ちがいい。我々は今回2条もぎ取りましたね。西へ東へ大忙し。郡上八幡はね、位置的に大きい。これで残りが、桜ホラはまあいいとして、これ海陸も取ったら、もう朝倉とですね、かなり連携も取りやすいと。いうところですね。まあ、あとは長尾と喧嘩したくないな、という感じですね。でも隣接したら喧嘩するんだろうな、これな。なかなか難しいですね。停戦の間にいかに、この領土を広げるか、というところ。もう、こっちに行ったから武田とやるしかないんですよ。もう、停戦打っちゃったから、2箇所。さあ、次回はどうなるか。で、気になるのがね、なんかね、朝倉がね、あれ？やめたか。カウントダウンしてたんですよ、朝倉カウントダウン。多分ね、三好行こうとしたんじゃないかな。あ、違うかな。ここら辺にあった何かなのかな。もう、毛利来てますね。黒いまで。
これどっちに転ぶかというところ。さあ次回どうなるか。それじゃ皆さん、またんご。